平井氏君、はい、委員長、二人君、はい、神奈川13区の太郎秀氏でございます。本日初めてのラジオ、ラジオ局での質問となります。どうぞよろしくお願いいたします。まず、本日の委員会の開催にあたりまして、委員長はじめ、与野党の一人の皆さん、また関係者の皆さん、開催にあたりましてのご尽力にまず心からの感謝を申し上げます。そしてウクライナ戦争、本当に今、深刻な状況が続いております。そういった中で、林外務大臣、また松野官房長官はじめ、政府関係者の皆さん、連日のご奮闘に心からの敬意を表します。先ほど、我が党の鹿児島出身、野間武議員からありました、私も鹿児島出身でありますが、増本留美子さん、拉致被害者の、本日は増本さんの弟さんの増本寺脇さんから、いただきましたこのラッチバッジをつけて、私、質疑に立たせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今、国際情勢が激変しております。そういった中で、我が国は今、三正面からのこの脅威にさらされております。中国、ロシア、そして北朝鮮。北朝鮮、相次ぐミサイル発射、そして今週中にも、再度核実験を行う、そんな情勢にも、そういったことも言われておりますが、北朝鮮との問題で一番の問題は、まさに拉致問題であります。北朝鮮の国家としての犯罪であり、そして我が国のこの主権が明確に侵害される、さらには人道的にも、この人権侵害が行われているこの問題、現在、政府が認定しているだけでも、17名の方が、被害者としており、またこの警察庁ですね、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者としている方が873名、そのうち帰国を果たしたのはわずか5名、まさに自国民が、これだけ多くの自国民が救出されずにいる状況、これが今、我が国の現状であります。私は国会議員の責務は、国民の生活を守ること、命を守ること、そして国家の主権を守ることだと思っております。だからこそ、本日もこの国会における活発な拉致問題の議論を通して、北朝鮮に対する強いメッセージを発すること、また国内、そして国際社会にも、しっかりとした我が国の立ち位置を示していかなきゃいけないというふうに思っております。それはまさに、日本は必ずこの拉致被害者を取り戻す、この確固たる意思、国会意思を示すことだというふうに認識をしております。そして拉致問題、与党、野党関係ありません。まさに総力を結集して、オールジャパンで取り組んでいく、そういったスタンスから本日、質問させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず最初に、官房長官、松野担当大臣にお伺いいたします。今年は横田めぐみさんをはじめとするこの最初の拉致事件から45年です。そして小泉訪朝から2002年でした、20年。そういった中で、残念ながらいまだに誰一人としてこの20年間特に帰国休止できておりませんが、そういった中で、まずこの間の総括もそうなんですが、ちょっと時間がありませんので、大臣からですね、今後の具体的なロードマップ、この拉致問題に取り組んでいく上でのロードマップ、そしてこの期限ですね、ここに関して教えていただきたいと、これは家族会の中からも、しっかりとそこは政府に示してほしいと、先月の時点でこれ出ておりますが、その点、今後の見通しに関して教えてください。お願いいたします。松野拉致問題担当大臣。お答えをさせていただきます。まず期限をというお話でございます。これが何年までと、ここで明言ができるような状況ではないということに関してはご理解をいただきたいと思いますが、先ほどもお話をさせていただきましたとおり、被害者の方々も、
そしてご家族もですね、ご高齢になられています。その状況の中にあって、一刻の猶予もならない、そういった時期に来ている、差し迫っている、そういう意識は政府が全員が持っているところでございます。今後のどういった進め方を考えているかということでございますけれども、先ほど来の質疑、ご議論の中にもありましたとおり、最終的に北朝鮮においてこの問題を解決する、その決定ができる人間はお一人トップのみであります。ですから、岸田総理もですね、条件を、前提条件をつけずにトップ会談をと、再三表明をされておりますし、その状況を作っていくことが、この解決に結びつくことだと思います。その状況づくりに向けてですね、岸田総理も私もまた各閣僚も海外の要人、また会議において必ずこの北朝鮮の問題に関してお願いをさせていただいておりますし、先ほど来ご指摘をいただいておりますとおり、まず日本国民が必ず拉致された方々を取り戻すんだという強い意思を心を一つにして示し続けることが大きな力になる、そういった思いで啓発活動にも取り組んでいるところでございます。先生からお話をいただいたとおり、この問題、与野党なく国民全員で取り組んでいくという問題でございますので、この拉致を必ず解決していくという問題に関して、その意識を高めるために、ぜひご協力をいただきたいと思います。はい、太田博君。はい、大臣ありがとうございます。ただ残念ながらこれだとですね、家族から皆さんにも全く説明になってないと思っております。大変厳しい状況だというのは重々承知しておりますが、こういうちょっとの順番、通知した順番ちょっと変わりますが、今大臣もおっしゃいました、日朝首脳会談、この20年間首脳会談が北朝鮮と行われてないのは近隣諸国では日本だけです。南北行われました、米朝も行われました、もちろん中ロ、そして中朝、ロシアと朝鮮行われていました。20年間見事に我が国だけはできてない、この状況、先ほど少しご説明されましたが、もう一度ですね、まさにこれも家族会の皆さんからも同じ要望出ております。早期に日朝の首脳会談を実現をしてほしいと。先ほど残念ながらこの期限と全く見えてきませんでしたが、もう一度この点ですね、どういった今タイム、これはもちろん相手になることです、簡単なことじゃないです。ですけど今どういった状況を進んでいるのか、そこら辺 お話しいただける範囲で、こちら外務大臣でしょうか、ご返答いただきたくお願いをいたします。船越外務省アジア大洋州局長。お答え申し上げます。ご指摘いただきましたように、外務省といたしましても、まさに北朝鮮に対しまして、拉致、核、ミサイル問題の包括解決のために、さまざまな働きかけを行っていくところでございます。また、岸田総理ご自身、条件をつけずに、金正恩書記と総書記と向き合うという決意を明らかにされている中で、そうした点も踏まえまして、北朝鮮に対して、要領な働きかけを行っているところでございます。残念ながら、まだそうした日朝首脳会談等については、日程を決まっていることはございませんが、今後とも引き続き努力をしていきたいと考えております。鳥居です君。はい、できれば政治家の方からお願いできますでしょうか。外務大臣、どうかお願いいたします。林外務大臣。状況は今、事実関係、局長から答弁したとおりでございます。先ほどの委員のご質問にもお答えして、ご答弁したとおりですね、2002年5月以来、このご帰国がかなっていないというのは、本当に、この申し訳ない思いでいっぱいでございますが、あらゆる機会を捉えてですね、しっかりと取り組んでまいりたいと思っております。太田秀樹君。はい、本当に残念な状況だと思っております。20年です、我が国だけです。これ相当深刻に受け止めていただいてですね、もちろん簡単ではないですが、やはりこの局面をどう打開していくのか、
この後また具体的に述べさせていただきたいと思っておりますが、ぜひとも大臣、ここはリーダーシップを発揮していただきたいと、どうかお願いいたします。次に移りたいと思います。日米でですね、この拉致問題への取り組みということで、これはもうトップ同士で、今年も昨年もさまざま累次の機会で、拉致問題の重要性等を確認されていると思っております。それでですね、私が今回問いたいのはですね、韓国とどういった形で、北朝鮮問題協議が行われているのか、その点を教えていただきたいと思っております。もちろんですね、首脳同士は昨年も今年も、昨年のムン・ジェイン大統領と、また今年も、ユン新代表、新大統領、大統領ですね、まもなくの、とのトップ会談、さまざま行われているというふうには認識しておりますが、具体的な今度はですね、韓国と実務間での両国間のやり取りに関して、教えていただけますでしょうか。これは、大臣じゃなくても、大臣、あるいは、どうぞお願いいたします。船越アジア大洋州局長。お答え申し上げます。委員から実務官のやり取りも含めてというご指示でございましたので、私から失礼申し上げます。拉致問題解決のために我が国の取り組みに加えまして、韓国との緊密な連携も極めて重要であると考えております。例えばこれは首脳レベルでございますが、昨年の10月に行われました日韓首脳会談におきまして、岸田総理から拉致問題についてムン・ジェイン大統領に対して支持と協力を求めて、またムン・ジェイン大統領から日本の立場への支持が示されました。また韓国の大統領選挙を受けまして、先般当選されましたユン・ソンニョル次期大統領との間でも電話会談を行い、緊密な連携を確認しているところでございます。また外務大臣の間でも2月にホノルルで行われました日米韓外相会合におきまして、ブリンケン長官、チョン・ウヨン外交部長官からも指示を得たところでございます。以上に加えまして、実務レベルでございますけれども、私とですね、韓国の野義徳朝鮮半島問題特別本部長との間でも頻繁に、またソン・キムアメリカの特別代表を含めて3国間でも頻繁に緊密に協議を行い、拉致問題についての連携を確認しているところでございます。太田秀君。はい。前半の部分はもう了解しておりますので、後半部分で実務官でのまさに情報収集、また共有ですね、まさに韓国というのは一番情報を持っています。で、韓国も516名以上ですか、拉致されているという状況です。もう少しどういった情報共有されているのか、そこがポイントだと思っておりますので、もう一度教えてください。お願いいたします。外務省船越アジア大洋州局長。お答え申し上げます。実務レベルでの外交的なやり取りにつきまして、詳細つまびらかにさせることは差し控えさせていただきたいと存じますが、実務レベルにおきましても、例えば核問題につきましては、核ミサイル問題につきましては、国連安保理での制裁、さらには独自制裁等について緊密に意見交換をして行っているところでございます。また拉致問題につきましては、委員ご指摘のとおり、韓国にもそうした問題がございます。そうした中でですね、韓国政府にも引き続き協力を求めておりますし、ご案内のとおり首脳レベルでも南北首脳会談で韓国から北朝鮮に対して拉致問題を提起したという例もございます。引き続き緊密に協力していきたいと考えております。二人君。はい。なかなか言えない部分はあると思います。そういった中ですね、新大統領、ユン新大統領、まもなく政権、来月ですか、スタートする中ですね、先週、これ、メディア報道ですが、岸田総理のイニシアティブで、この、ユン政権とのですね、両国関係を改善する具体策を検討するチームを立ち上げるということで、これ、スタートしたと思うんですが、これは拉致問題は入ってるんでしょうか、こちらに。お答えいただければと。はい、船越アジア大洋州局長。
委員ご指摘につきましては報道に基づいてご質問を頂戴したと想定いたしますが、その報道については若干事実関係と異なるところは多ございます。ただ同時に今後韓国の新政権移行チームもう引き継ぎ委員会というのが立ち上がっておりまして、そこに外交安全保障の担当者の責任者というのはもうすでに指名されております。そうした方々との間でですね、北朝鮮政策、核ミサイル、拉致問題も含めて緊密に協議連携していきたいと考えております。二人秀志君。はい、わかりました。いずれにしましても新しい政権スタートします。保守政権、これまでだと、北朝鮮に対して融和的じゃないそういった対応をしてくれると思いますので、まさに我が国としてはいろんな意味でチャンスだと思っておりますので、そうぜひとも生かしていただいてですね、あと日米韓での連携も含めて、なんとかこの拉致問題というところをですね、林外務大臣のリーダーシップで進めていただきたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。ちょっと時間ないので次に移ります。ですね、今さまざま説明もいただきました。我が国としてですね、アメリカを含め韓国、他の友好国にもですね、さまざま協力を呼びかけてやっていくということだと思っておりますが、ではまずですね、やはり担当大臣からもお話がありましたが、まずはもちろん我が国がどう主体的にやっていくか、これはやはり基軸だと思っております。そういった意味でもですね、ここでお伺いしたいのは、朝鮮総連に対して我が国としてさらに厳しい対処というのが必要じゃないかというふうに思っております。朝鮮総連は日本において北朝鮮高官の役割を担っています。そういった中でですね、日本政府として朝鮮総連の幹部や朝鮮総連の参加団体に対して、外為法に基づく資産凍結措置をするべきだと思っておりますが、外務大臣ご見解をお願いいたします。林外務大臣。政府といたしましては、現時点においてですね、朝鮮総連が外為法上の要件の下で資産凍結等の措置の対象として指定すべきものに該当するものというふうには認識はしておりませんけれども、朝鮮総連については今お話がありましたけれども、北朝鮮当局とですね、密接な関係を有する団体である、そういうふうに認識をしておるところであります。各種動向について、引き続き関係省庁間で連携しながら、重大な関心を持って情報収集等を行ってまいりたいと考えております。二人君。はい。大臣ありがとうございます。ただですね、先ほどから言っています、さまざま今、交渉、外交交渉を進めてますが、20年間何もなかったです。進展ゼロです。そういった中でどう今のこの、局面を打開するか、そう考えたときに、やはり私はですね、今こそ我が国としてしっかりとした強い国家意思を示さなきゃいけないと思っております。そういった意味でもこれですね、適当に言ってるんではなく、まさにアメリカではすでに、2017年ですね、5年前に、これ、トランプ政権発足直後でした、大統領令で北朝鮮政府と、労働党、キム・ジョンウン総書記も含んで、資産凍結をこれ、行っております。で、その1年後に起こったのは何かというと、シンガポールでの米朝首脳会談、やはりですね、我が国として、何らかの形で、この首脳会談をしっかりと見据えた動き、今、北朝鮮、さまざま苦しい状況、先ほどの質問でもありました、こういった状況だからこそですね、私は今こそ、この資産凍結、やるべきだと思っておりますし、先ほど言いましたように、アメリカとか韓国にですね、この拉致問題であらゆる要請をしているにもかかわらず、日本国内でですね、キム・ジョンウン氏を賛美するような団体が存在すること自体が、やっぱりこれはおかしいです。で、明確な国家意思を示すためにも、朝鮮総連への断固たる措置、まさに解体がですね、必要だと思っておりますので、そうどうか、外務大臣、この点、もう一度ご見解を教えてください、お願いいたします。林外務大臣。この政府の立場、先ほど申し上げたとおりでございまして、この繰り返しになって恐縮でございますが、今、委員がおっしゃったようにですね、この朝鮮総連については、北朝鮮当局と密接な関係を有する団体、
こういう認識をしておりますので、まさにご指摘のように各種動向について、引き続き関係省庁間で連携しながら重大な関心を持って情報収集等を行ってまいりたいと考えております。二人君、はい、はい、どうか引き続きお願いいたします。最後にですね、もうこれずっと今日私すごくお伝えしたいのが、今のままじゃやっぱりダメです。今の状況、局面を転換するために何かしなきゃいけない。そういったときにですね、本日もいらしてます、特定失踪者問題調査会代表の荒木和弘氏もいらっしゃいますが、ご主張、私もいろいろと勉強させていただいているところなんですが、やはり我が国としての強い国家意思を示すためにも、自衛隊の活用というのが私はあってしかるべきだと思っておりますが、これですね、自国民が拉致された場合、奪還のために軍事行動を起こすことは国際法上問題ないのかどうか、こちらの、防衛省政務官でしょうか、どうかご見解をお願いいたします。船越外務省アジア大洋州局長。ご質問いただきましたのが、国際法上の見解ということとのご理解いたしまして、私の方からご答弁申し上げます。海外におられる邦人の命をどのように守るかということにつきましては、国家にとって極めて重要な課題であると考えております。平和安全法制により海外の邦人を守るための制度の充実を図ってきたところではございます。一方で在外自国民の保護救出は一般的には両一国の同意または要請を得て行われているというものでございます。またこうした国際法上の観点に加えまして、我が国憲法上の制約があり、自衛隊の活用ということについては限界があるということも事実ということが、これまでご答弁を申し上げているとおりでございます。いずれにせよ拉致問題は岸田内閣の最重要課題であるとともに、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題と認識しておりまして、一日も早い拉致被害者の方々の帰国の実現のために何ができるか、不断に検討を継続してまいりたいと存じます。谷君、はい、まさにですね、政権としての最重要課題であればですね、さまざま制約、なんとか乗り越えて、私としては強い意志を示さなきゃいけないと思っております。国際法上ですね、これ、さまざま人質の救出作戦を行われてきました。米軍によるパラマ侵攻、イスラエル国防軍によるエンテベ空港奇襲作戦、ドイツ国防軍によるアルバニアの自国民保護でも用いられました。そういった意味でですね、なんとかここ、いろいろ国際、いろいろあると思います。そう、なんとか乗り越えていく。で、そういった法的な問題と別にですね、自衛隊に与えられた任務に、拉致被害者の救出は規定されていないというのが今現状。この奪還作戦の実行は大変厳しいです、今の現状では。ですけど、そこをですね、なんとか邦人保護のためにも、人質救出、奪還作戦の実行を可能とするために、必要な措置を講じてほしいと思っておりますが、こちら、防衛省の方からお願いいたします。防衛省大臣官房サイバーセキュリティ情報化審議官、上田審議官。お答え申し上げます。例えば外務省から説明ございましたように、まさに、我が国自衛隊による活動につきましては、国際法上の観点、あるいは我が国憲法上の制約がございます。そうした中、平和安全法制を整備する際に、まさに先ほどご説明いたしました、自衛隊による在外邦人等の救出や保護、警護などの保護措置が新たに実施できるように、規定されたところでございます。こういった国際法、あるいは憲法上の制約の中で、自衛隊法で与えられた任務につきまして、自衛隊としてそういった措置が適切に実施できますように、能力維持向上を図るための訓練を継続的に実施してまいりたいと思っております。二人君、はい、いずれにしましてもですね、とにかくあらゆる可能性を探っていくことだと思っております。米軍との共同作戦ということも想定しなきゃいけないと思っております。それからぜひとも進めていただきたいと思っておりますし、今朝 NHK 見られた方いらっしゃると思いますが、拉致被害者の蓮池薫さん、この20年間を振り返っておっしゃった言葉、今この局面打開するには、腹をくぐった政治家が出てくれるかどうか、結局そこかなと思うと、腹が決まれば手立ては生まれてくるだろうし、交渉のパイプも出てくるだろうということでありました。ものすごい重たい言葉ですが、なんとかですね、私自身も魅力を尽くしてまいりますので、引き続きどうぞ
よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。次に三木慶君。